どうも、高井です。スタンディスクプロフェッショナルのプロブレートランスポートっていう 4TB モデル買いました。通常10万5800円で Amazon で売られている商品ですが、8万8800円のタイミングで買いました。開封していきます。こんな感じで。説明書とこんな感じ、説明書と USB-C ケーブルにこんな感じ、最初からある程度ちょっとホコリがかぶってるんだね。でこういう SSD マグがついてます。これがサンディスクプロフェッショナルの独自企画なので、他の会社のやつが当てはまるっていう表現ではなくて、これしか入らないよっていう、そういうタイプのようですね。 MacOS 向きなので Windows に関してはフォーマットしなきゃ使えないというモデルになっています。さすがにちょっとフォーマットしてみるのでちょっと行ってみますね。プロブレードトランスポートの再フォーマットが無事完了いたしました。再フォーマットの方法がよく分からなくて、日本語の説明書きなかったですからね。電話して、あ、そういう風にすればいいんですねということで、再フォーマット無事完了いたしました。読み込みの速度が約 2000MB/s とめちゃくちゃ速いんですけど、それよりもびっくりしたのが USB 端子を差し込んでから認識する速度ですね。こちらは別売りのロジテックのソリッドステートドライブになります。端子は USB-A、 差し込んでから認識する前約10秒弱かかったんですけど、こちらのプロブレードトランスポートは USB-C 接続っていうこともあってか1秒弱です。もうほぼほぼ待たない、めちゃくちゃ早いです。ただ価格は今回88,800円で、一般価格だと確か105,800円だったかな。めちゃくちゃ高いわけですよね。そんな金出せませんっていう人いると思います。しかもこれ 4TB だし、同じぐらいの容量であればウエスタンデジカルから2万円切って18,000とか9,000とかそういう価格で売ってる、こういうハードディスクドライブあるんですよね。ポータブルハードディスクドライブ、こちらを買った方がいいと思います。ただこれ一般向けで、なんで今回これを買ったかっていうと、将来的にはワークステーション使うのもありかなと思ったんですよね。これ SSD マグついてます。ワークステーションに最大4つまで差し込み口があって、で差し込むことによって動画編集より快適になるよっていう、そういうワークステーションを売ってるんですよね。将来的に動画編集をしていく、もしくはクリエイターになりたいって人はこちらを迷わず購入してはいかがでしょうか。参考になりましたらグッドボタンお願いします。チャンネル登録者が1人増えるだけでも助かります。登録お願いします。それでは。